ゴールキーパー辻、ディフェンスライン右から今日は谷岡が選ばれています。森下、小川、そしてダブルボランチ深澤、谷本、右にパクゴヌ、そして左に愛媛出身の前野が選ばれています。そしてワントップ7試合ぶりの先発となりました松田、ツーシャドウ久保田、石浦です。ゴールキーパー市川、ディフェンスライン今日は右に中村、センターバック宇野か、ボニフェイス、左福森、そしてダブルボランチユーリララ、井上、右に山根、そして左に村田が選ばれています。ワントップ高橋、ツーシャドウ小川、ジュアンパウロです。高く浮かしてここもシュート、クロスバーの上、頭で合わせてきました。こうシュートまで持ってきましたね、はい、コーナーから。この位置に谷本上がってきました。横浜 FC のボールに切り替わる。さあ走っていく山根、ね、松田がプレッシャーかけるが、ここもクロス。いや、山根選手はそこ倒れずにこう前進できますからね、横浜 FC としてもこうがっちりと守っていく。そうですね、まあ、ファイブバック気味に、まあ、取っているので、はい、なかなかこう難しい状況であるんですけども、まあ、そうですね、こういうピッ、さあ前の上げた、はい、いいボールですね、ここのシュート、うん、そしてボールが入っていく。先制したのは愛媛 FC、 前半20分、パクゴヌ。そうですね、ここブロック敷いてるんですけど、このサイドにてこうポケットを取りに行く動きをしましたよね、はい、そこに前の選手がいいボールを供給して、このワンタッチ良かったですよね。でもこれ寄せてはいるんですけど、はい、よくこうボールをこの枠に飛ばしましたね。谷本のワンタッチからあの左足よくキープしました。こうやはり横浜市としてもシュートまで持っていく回数というのは増えてくるでしょうね、はい。そこは愛媛はまあおそらく今日、ね、この裏ですね、はい、さあ走り込んできました山根、グランド風でハイシュート、ー追いつきました横浜 FC。 綺麗なゴールでしたね、はい、ここを決め抜いていきました横浜 FC、 同点に追いつきます。中村選手からこの山根選手の動きを見てくださるんですけど、はい、カッと前見た瞬間に背後の動きを取って、ここにいいボールを供給してキーパーディフェンスライダーで高橋選手がいいポジションを取って、ね、はい、ヒール、ここがクリアしました愛媛、はい、さあ松田がここでパスを見て再び松田へ送ってくる、駆け上がっていく松田、いやーエースとしての誇り、倒れる中ですが、どうかのこの体の強さ、大きさもありました。選手スピード、はい、さあそしてチャンス、FMC、ここはシュート打っていく、素晴らしいセーブですね、市川がセーブしました。左足で打ってきました、ここで細かいステップ踏んでね、はい、久保田、コーナーキック、どんどん放っていきます、巻いてきた、いいシュート、ここは辻が防ぎました。よく防ぎましたね、愛媛の守護神辻がセーブしました。はい、このボール、さあ中野追いかける谷岡、マイナスのクロス、まだある、粘っていきます横浜 FC、 そして今度は右から、いやこれですね、桜川ソロモン、なんと前回の愛媛 FC の時の逆転ゴールを生み出しました。これが横浜 FC の持ってる男、まあ、左からこのクロスでね、泡立ずにこのセカンドボールをまた拾うんですよね、はい、でこう山根選手のこう、このボールを失礼、もう完璧なボールですね、もう前に持ってった、さあ桜川右へ送ります、山根
ここのクロスも桜川、辻が今度はセーブしました。いや、ナイスキーパーですね。この桜川は少しファーサイド気味です。藤原がついていますが、誰を狙うか。桜川に行く。福森選手のキックですね。追加点を挙げました。79分、桜川の勢い止まりません。左足に感謝しています。まあ、ここの試合が非常にまた変わり身になるという話もしていました。そういった中でこの先制してから追いかける展開、まずはフィニッシュに持っていきたい。シュート、谷本。いや、いいですよ。はい、選手ユリラ選手の安定感というのはこの試合は光ってますよね。そうですね、やはりこの外国籍のゲームをコントロールしているさばきでしたね。はい、関わり方をしていますから、ここも上がってきますからね、ユリラ選手、ね、さあここでユリラら追加点。いやー、この選手は本当にタフですね。横浜 FC ユリララ今シーズン5ゴール目。時間ではここまで走り切ってシュートも決め切りますか。石川が蹴り上げてライン割ります。再び横浜 FC ボール、そして試合終了。長いホイッスル。横浜 FC 逆転勝ち。暫定首位キープして大きな1勝を果たしました。